眉毛描いてもらった。生えてない。どれと若いシャツが俺から頭下げたね。あのイベント出てもらいたかったから。うん、まあ若いっすね。まあ水に流すっていうことでお互い。停戦協定を結んだと。おい、そそいらっしゃい。停戦協定を結んだっていう解釈がいいと思う。書いた書いた。うん。一句はどつ。なんか、その、眉毛ティファールっていうやつらしいね。ん？ティント、ティント。眉毛ティント。眉毛ティント。ティファール。うん。いや、それがさ、面白かったのか、のんちゃん。あの、関芳恵さんの配信のタイトルが、リスナーさんありがとうございます。ティファールのネックレスが届きましたっていうタイトルになってて、もうくっそ笑って、俺。そしたら10分後にタイトル変わってて、枠取り直して、ティファニーのネックレスありがとうございますに変わってたんだよ。すごい。面白かったね。はい、バブ達彦いらっしゃい。頑張ってるね。お疲れ。足めちゃめちゃ納豆臭い。あー。マルキーはどつ。マイケティーンと、うん、シュウさんいらっしゃい、ヤナラッキーいらっしゃい、ショウさんいらっしゃい、サクッとらいらっしゃい、うん、ドレさんミュウツーに俺のリッスンいじめたら許さないって言ってた。お前のじゃないけどってお前のじゃないから、てか、ミュウツーはさ、一体どこに向かってるの？なんか、その、あの、俺に噛みついてなんか得あるの、あいつ。で、大義名分もなんか間違ってるし、なんであいつは俺に噛みついてんのかよくわかんないんだけど。こんばんは、ドテチン。荒野なんかにディスられて我慢できない。あー、なに、みんな結構怒ってんの？いや、だから、まあ、詰められるんじゃないの、みんなに。先輩にそういう態度取ってたら。ひょっとこ相変わらずうぜえ。うざいよね、ひょっとこね。いや、ただの売名にしか見えないから、俺からすると。なんつうんだろう。閲覧欲しいだけでしょってなってるから、みんなもそう思うでしょ。ただ、閲覧欲しいだけでしょっていう。本当に切れてないじゃん。あ、どうもありがとう、ひーちゃん。こんばんは。話題がないだけだよね。あれ、飽きられるよ。もう飽きられてる。うん。もう飽きられてると思ってて。配信って結構、旬な時期っていうかさ、話題が入れ替わり激しい世界だから、なんか同じネタ引っ張ってるって、うん、なんか、あの喧嘩突でやめとけばよかったのにさ。今そこじゃないかなって。そう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 。しかも、あれってもともとアリスが作った話題じゃん。レクチと。レクチとアリスが作った話題に未だに乗っかってるって結構配信者として寒いから。うん、詰める、暴露言うけど配信再放送してるだけ。だってさ、暴露っていうかさ、俺の放送の再放送やってるだけじゃん。何が暴露なのっていう。っていうか、なんであいつが俺の暴露するようなネタを握ってると思ってるのっていう。俺のただの再放送になってんだよ。で、そんなんでリスナーさんがさ、面白いって思うわけないじゃん。甘いよね。そんな甘い世界じゃないよっていう。いや、どうなのかわかんないけど、相手にする気はないよ。ミュウツーごときよ。いや、閲覧稼ぎなのはわかってるけどさ、だんだん飽きられてんじゃん。何にもしてないしね、実際。マキロワード2。実際何かやったかっつったら何の行動もしてないかんね。ワドーさんに喧嘩突できない雑魚。いや、もう、雑魚だ、雑魚でしょ。SGR さんお疲れ。相手にしないよ。尊敬じゃなくて、だってさ、そのなんつうんだろう、再放送なんだよ、本当に。タイトルは、
あれってリスナーからすると歯何なのって話で、本当に俺の再放送ミラー音声でミラーしてるだけで、で喧嘩にも行かない、トツもかけられない、暴露もできない、何なのってね。好きなのかな。いや好きだったら好きでいいじゃんね、そう言えばいいのに。そう言った方がまだ可愛がりがあるの。あ、企画で使ってやろうかなとかさ。あいつが俺に勝てるわけないんだから。お疲れ。カントリーマームはね37個食った。ニャコワード2、実績を出してからやるべきだよな、ああいうのは。嫌われるやり方だと思うよ。スマホ、これスマホでモニタリングしてるの。スマホですよ。何がしてんだろうな。はい、こんばんは。はい、お疲れっす。これスタンドよ。ここにスタンドでホルダーで、深夜庁とかテレチャンピオンはこうやって放送やってんのよ。な、固定化、アンチ放送するならそれなりに材料用意しないとね。いやねえ、それは普通だと思うけど。クラさんありがとうございます。可愛いと思ってないって話をしてるんだけど、なんでそれが伝わらないのかよくわかんないんだけど。可愛げがないってことをずっと言ってるのに、なんで俺が可愛いって言ったことになってるの、うん、鮫島さんが話題にあげるのは愛があるよね、うん、パソコンスタンドは見たことないかな。ドラクエ攻略？何の話？ドラクエ攻略って。ね、何の話？ドラクエ攻略できたって何の話？どういうこと？いきなりすぎてよくわかんねえわ。ドラクエの話題なんか出てないし、どっから来たの？ドラクエ。はい、ワドツでーす。みやびくんさんワドツ。無人島の企画俺もやりたいんだけど、みやびくん、あれどうなの。俺もやってみたいんだけど、無人島どこでやるのか、電波があるのかとか全然わかんないから羨ましいんだよね。俺もやりたい。クソでかいんだ。オファー来ないかな、みやびくんから。無人島企画いいよね。あれ海老蔵さんが最初にやり始めたんだっけ。サメちゃんがテロップで喧嘩売ってるけど、サメ島さんが放送サイトどこでやってんのか分かんない。どこでやってんのか分かんない。無人島にはポケモンいない。どこでやってんの。無理。配信始めようと思ってます。全然配信始めていいと思うよ。電波も許可取ってる。へえ、すごい。電波の許可ってどこに取るの。ああ、そう、持ち物、無人島の持ってる所有者か。無人島って結構安く売ってんだよね。無人島購入2000万とかで買えんだよね。サメちゃんはぶっちゃけ釣りタイトルって言ってた。サメ島さんプロだからね。通信料月どれくらいかかります。俺は3000円かな、携帯の方は。あとはまあ固定1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、1億5000万。高えな。高い島もあるね。住めそうな島は高いのかな。
サメ島釣りタイトル、いやだからサメ島さんがどこで放送やってるのか分かんないって、前で書いてもらったよ。3000万、佐賀島が3000万、沖縄1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、5億、高っ丸島、三重県、なんか東京都にないのかな島、熊本、結構販売されてんだよね島。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、2億か、うん、ふわっちでやってる。え、なんで俺表示されてないの？え、ふわっちの、ふわっちで俺鮫島さん表示されてないんだけど、ブロックされてる俺。ちょっと待って、俺ブロックされてる？鮫島さん表示されてないんだけど、閲覧何人いんの？あ、フォローありがとうございます、風船ありがとう。え、ちょっと待って待って待って、トップページのおすすめに表示されてないの、なんで？鮫島さんいないんだけどちょっと待って、キャッシュじゃないと買えない。あー、ふわっちで放送どこ？いないよね、ふわっちで放送してないよ。いや、トップページにいない、500人ぐらいいないんだけど、おすすめにいないんだけど。いや本当だよ、嘘ついてないよ。ほらほら、おすすめ1位俺になってるよ。ブロックしてんじゃないの鮫島さん。おすすめ1位俺なんだけど、俺のページから見ると。だから俺は確認できない。おすすめ1位でしょ、更新するよ。だからブロックされてんじゃないの俺。ほら、おすすめ1位俺だもん。俺だから確認できない。ブロックされてんの？まあじゃあ放送確認できないよ俺。ブロックされてるんでしょ多分。ほら、のんちゃんもブロックされてんだよ、だから多分のんちゃんと俺はブロックされてるから見れないんだよ。ここ1位俺だもん。いいんじゃない、プロフィール行ってみる。プロフィール行ってみようか。あ、ほんとだ、寄り目かかってこいやって書いてある。ほんとだ、寄り目かかってこいやって書いてあるわ。でもブロックされてると思うよ。見てみようか、クリック。ほらかかってこいやじゃないよ、ブロックされてるじゃん、かけらんないじゃん、うん、だからブロックされてんだよ、うん、どうりよ。俺だから鮫島さんここ 2,3 ヶ月ふわっちやめたんだと思ってたの、ふわっち引退したんだと思ってたの。だからかけらんないっす。だ、そう、俺は鮫島さん引退したと思ってる、うん、だからまあ僕はかけらんないっすね、うん、いや、わかんないけど、俺がブロックしたわけじゃないから、うん、それは気づかないよね。あ、しょっちゅうやってるんだ、ブロックされてますね僕、はい、あ、ずーっとやってたんだ、ここ 2,3 ヶ月だからブロックずっとされてたんだろうね、うん、まあまあいいんじゃない、うん、いや、まあ別に俺は構わないよ。ブロックされてる？いや、俺はブロックしてないよ。俺はブロックしてない。じゃあブロックするか、お互いのために。いや、俺ブロックしてないよ。いいよ、ブロックする、今ブロック してるからプロフィール欄が見えないわけだ。ブロックするよ今。だからブロックされてるってことはブロックし返すわ行くよ、ブロックし返すわね。ブロックされてんだもん、ブロ、あ、ちょっと待って、ブロック返しだよね。ブロックする、ブロックしますか、はいはい、ブロックでーす、はい、はい、ブロックしました。
これで OK でしょ。8時和同訳、いや別にかぶってもいいんじゃないの。いや自分でしてない、今したじゃん、今したでしょ。ブロックされてたらだからおすすめにならないように仕様が変わったんでしょ。あーぜひぜひオファーいただけたら行きます。仕様変わったんでしょ。あ、いいね。なんだっけ、サムライチャンプルーの主人公だ。サムネ。名前出てこないけど。先月から仕様変わったんだ。和道氏が鮫島をブロックしてない、いないのは8月19日朝の配信で鮫島が配信を見ていることからも分かってた。ねえ、サメさんずっと俺の放送見てるっつってたもんね。ロムってるって言ってたもんね。ザコが大物をブロックするの死活問題だぞって言ってた。いや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 、ブロックされたんだからブロック仕返すでしょ。なんで俺が悪いみたいになってんの。おかしくない？ブロックされたんだからブロック仕返すでしょ。だって俺放送見れないんだからさ。普通じゃない？そこ噛みつかれるの？いや、お互い外そうって言うならわかるけど、俺は鮫島さんの放送見れなくて、でも向こうが一方的に見れるっていう、困るんだけど俺。いいじゃん別に。もうお互い関わんないってことで。全然普通でしょ、うん、全然普通でしょ。なんで俺だけ怒られるんだよね。今回の件は俺悪くないでしょ。普通返すでしょ。なんで俺だけ怒られるんだよ。でもさ、ブロックするとおすすめに乗らないのはさ、いい機能だよね。ブロックしてさ、おすすめに乗らないの いいよね。そうすればさ、興味が湧かなくなるじゃん。ミュウツーもブロックすっか。ミュウツーもブロックしようぜ。そしたらさ、もう話題提供もできなくなるわけだから、話題もわかんなくなるわけじゃん。あ、ミュウツーブロックしよう。あ、いいこと知った。ブロックすると相手側がおすすめに乗らないから気にならなくなるんだ。アリスもブロックしよう。ミュウツー、ミュウツーとミュウツーブロックね。ちょっと待って、ミュウツー、ミュウツーブロックして、いや、ブロックするでしょ。そしたらだってこれいいじゃん、見れなくなるんだから。あとアリスもブロック、ミュウツーのサブアカもブロックだ。これミュウツーサブアカブロック、ブロックで、レクチもブロックだよな。レクチブロックで、アリスと、アリスと、アリスブロックと、
はい、ブロックです。はい、オッケー、はい、オッケー。あ、ミュールもね、ミュールもブロックね。ミュールフォローしてないのはもう全員ブロックだわ。ブロックです。ブロック、はい。いや、レクチもブロックでしょ。だってそのもうアリスと付き合ってるわけだからさ、もうアリスは俺に好感持つことないから。いや、ボンはフォローしてるもん俺のこと。ミュウツーサブアカあったね。カントリーマームの企画はリスナーをバカにしてる。いや、相手にしないよ全然。いや、いいこと教わった。いや、カズはブロックしないけど、フォローしてないやつは全員ブロックした。あ、いや、別に YouTube 見る分には閲覧で広告費が俺に入るからいいんじゃないの。あ、フォローありがとうございます。ミュウツーネタ切れになったらどんな配信するか楽しみ。まあ、どうなんだろうね。別に好きに配信すればいいんだ、俺には関係ない。マルキーニョス別にアンチになってないでしょ。マルキーニョス見てみようか。マルキーフォローしてなかったらじゃあブロックしよう。マルキー、マルキーニョス、マルキーニョス。うわー、マルキーニョス俺のことフォローしてねえ。あ、ブロックだわ。うわ、引くわ。マルキーニョス俺のことフォローしてねえんだけど。はい、ブロックです。あ、まあ別に何かやったわけじゃないからいいか。引くわ。マルキーニョス一生ついてきますとか、だから嫌いなんだよ俺。一生ついてきますとか言って口だけにも程あるだろう。引くわ。ほんと口だけだよな。ね、弱いよね、ほんとに。うわ、引くわ。え、マルキーニョス、だからこれサブアカだろ？もう一個のアカウント見たらしてなかったよ、マルキー。ミスケは雑。これサブアカじゃん。引くわ、引くわ。いや、一生ついてきますとか、もう口だけだよね、本当に。うん。ちょっと待って。もしもーし。あ、もしもし、和藤さん。はいはい。ねえ、私のことブロックしちゃったよ。え？私のことブロックされた。え、なんで？和藤さんも。いや、じゃあ、だから、配信見てたらいきなりブロックされているため閲覧できませんって出ちゃって。なんで解放がブロックされたの？ちょ、全然意味わかんないんだけど。え、今、あれじゃない？間違って押したんじゃない？いや、俺、解放ブロック押してないよ。いや、押されてる押されてる、ブロックされているため閲覧できませんって言って。いや、ブロックリストの中にないよ。検索されても、だからブロックリストにないって、解放の名前。嘘。え、だって見れないってば。いや、だってブロックリストにお前の名前ないよ。今見てるけど、ミュールとアリスとレクチだよ、うん、で、ミュウツーサブとミュウツーでないよ。うん、え、でも見れないよ。サブアカじゃなくて、ん？あ、関連アカウント自動ブロックに引っかかったんだ。あ、そうなのかな。だからミュールとかアリスとかレクチと絡みすぎてるから、関連アカウントで、うん、要は、うん、そう、関連機能、要はそう、うん、でブロックされたんだわ。あ、そうなんだ。え、でもどうやって外して外して、ちょっと待って、回復解放止まってんじゃん、解放。いきなし見れなくなった。ちょっと待って、解放見てみるから。解放ブロックされてる、うん、ちょっと待ってね。あ、ブロックされてる、うん、うわ、怖っ怖っ怖っ。でしょ？ほんとだ、ブロック解除するわ。
あ、解除した。うん、お願いします。うん、今解除した。あ、ありがとう。関連ブロックで。うん、じゃこれから。うん。あ、そんなんあるんだ。そう。ふわっちは仲のいい人とか、もう、慣れ合ってる人とかだと、うん、要は紐づいてて、うん、多分、ミウルとレクチとアリスを今同時に、うん、ブロックしたから、お前も敵だっていう判断を勝手にされたって。うん、ふわっちから、お前も敵だわ、つって。うん、関連のある人だ、そう、関連のある人っていうことでブロックされました。うん。うん。そうだったんだ。うん、俺、私はブロックしないでくれ。うん、オッケーオッケー。じゃあ、うん、お帰り、戻っておいで。うん、わかった。見に行くね。はいはい。はいはーい。すげえな、この機能。この機能、怖っ。要はアンチと慣れ合ってると巻き添え食らうかんな、お前ら。アンチと慣れ合ってると巻き添え食らうんだ。ってことは鮫島さんブロック入れた瞬間、多分200人ぐらいブロックされたんじゃないの。いや、関連面白いじゃん。だからか、たまになんか私なんか言いました、ブロックされたんですけどってたまによく来るじゃん、俺の放送。俺の放送さ、たまにさ、なんか、なんで私ブロックされたんですかって。なんか、は、知らねえや、おめえが悪いこと言ったんだろうとか言ってたけど、この機能だったんだ。要は、要は流れ玉食らったんだよ。そう、なんかさ、コメントでたまにあるじゃん。いや、みんなフォローしといた方がいいよ、マジで。俺のことフォローしといて。これ流れ玉食らうぞ、この機能。旅団と慣れ合、元旅団と慣れ合ってると、もう完全にやられるから。巻き添え食らうんだ。すげえ機能だな。うん。怖い。怖いね。フォローしといてね。フォローしとかないとブロック対象だから、うちは。あ、お帰り、解放。お帰り。完全な巻き添えだったな。かわいそう。うん。いや、切れるっしょ。ブロック入れた記憶ないのに、なんかいきなりブロックされたんですけど、みたいな。おめえしてねえよ、みたいな。それはお互いは別に悪くないでしょ。お帰り。フォローしといてね、解放、俺のこと。解放フォローしてくれたかな。ブロック一回するとフォロー外れるから、フォローし直してみんな。解放見てみよう。解放。恐ろしい機能だね。恐ろしい機能だな、これ。解放。いや、多分今みたいに俺に個人的に連絡しないとダメでしょ。個人的に連絡して、私ブロックされたんですけど解除してくださいって言うしかないよ。うん。それしかない。フォローありがとう。いや、慎重にしないとっていうか、まあしょうがないでしょ。巻き添え食らうのは。爆弾投下するわけだから。かわいそう、解放。こんな機能あるんだね。すげえな。危ないね。うん、いや、なんかフォローしてるかどうかの関連で紐付けられるんでしょう、多分。すげえ機能だな。誤爆。フォローしすぎてても危ないんだろうね、多分。うん。面白い。解放はびっくりだね。なんで私ブロックされたのって。一つもアンチ活動やってねえかんな。ブロックされたくない人は、フォローしといてください。誤爆が行く可能性あるんで、フォローだけは確実にしといてください。だからこういう時に旅団とかなく、ね、役立つんだよ。旅団つけといたらブロックできないとかあるじゃん。役に立つんだよ、やっぱ。そう、特定コテハンって。うん、いや、マジでビビるよね。ね、部屋掃除したりとかね、ステッカー買ったりとかしてんのに、いきなりブロックで花火も何発も投げてんのに。
超かわいそうなんだけど。でもこれ俺悪くなくない？フォローしてでも誤爆あんの。まあ一応ね防げるから、フォローしてたら。ミュールはもう関わんないっつってたし、俺のこと微塵も関心ないって言ってたからもうブロックでいいや。もう見てないっつってたし、何の影響もないでしょ。それは電話するわな。それは正当な理由の電話だから受けるよ。それそういうメッセージは正当な理由だよ。いやでもほら俺が確認するから、ブロック入れるときにこいつフォローしてるかしてないかっていう、俺がそのブロック入れるかどうかの基準になってるから、一応フォローはしといて。使わない方がいいか。この関連ブロック機能やべえな。いやミュールこの間コメントしてないよ。電話かかってきたよその後。私はもうあなたに興味ありませんって言ってた。あなたに興味ありませんって。いやー怖え機能だな。ミュール昨日タワクで和道のこと言ったからブロックの方がいいぞ。ブロックしたよ、もうミュールはブロックした、うん、これでだからもう俺のこと話題にもできないでしょ。俺何もしてないところでブロックされて腹が立った。で見るのやめたもん。まあまあそりゃそうだよね、いきなりブロックされたら見るのやめるわな。あ、もしよかったら皆さんこれフォローよろしくお願いします。こちらフォローよろしくお願いします。ミュールは前からチャンピン好きだからね。違うんだよ、もうリアトとして会ったらすぐな、メンヘラの特徴的なやつでさ、会っていい対応されるとすぐ囲い癖が、だから囲いはアンチに変わるってこういうことなんだよ。だから俺嫌なの、囲い気質の人って。あ、なんつうの、情が湧くっていうかさ、会ったらなんかすぐいい人いい人ってなって天秤にかけるっていうか。だから俺普通にやってるの別に。だから囲いとアンチは紙一重っていうのよ。だから囲いいらない理論はそっからの。そうそうそう、囲いほどアンチになるし、アンチほど囲いになるので、囲いはファンじゃないから。そう、配信やってるとよくわかるよ。だから囲いなんていらない、普通のファンが欲しい。麦さんいらっしゃい。要は囲いって自分のものにしたい人だから、自分の都合がいかなくなるとすぐアンチ化するんだよ、うん、すぐアンチ化すんの。こんな人だと思いませんでした、だからなんだって話は。思わなかったじゃねえよっていう、それお前の勘違いだっただけだろうっていう。そう、群れることで自分の居場所を持つ人は手のひら返す可能性が高い。そう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 、そう、要は自分がないんだよ。あ、いいんだよ、一歩二歩引いて見るのが普通なんだよ。囲いっていい意味じゃないんだよ。そう、マキル、囲い込みって言って、自分配信者を今いい風に使われてるじゃん囲いって。違くて、囲いって配信者を自分のものにしたいっていう願望が強い悪い人って意味で使われてたの、ニコ生では。だから囲い肝とか囲い希少っていう叩かれ言葉だったんだよ。だけどツイキャスが間違ってニコ生の文化を見て、囲われてて羨ましいとかキラコメとかなんか勘違いし始めたんだよ。元々の語源を理解してないの。そう、ニコ生だと囲いって叩かれる存在だったんだよ。惚れやすい人は嫌いにもなりやすいのかな。嫌いと好きって精神なんだっけ、心理学とかでは最も近い感情なの。好きって嫌いと一緒なの、関心が強いので、その方向ベクトルがプラスに働くと好きになって、嫌いになるとマイナスのベクトルに働いてる。だから恋愛関係ってその嫌いな人と付き合ったりするじゃん。ラブコメとか見るとわかるでしょ、漫画とかで最初大嫌い大嫌い大嫌い大好きになるじゃん。あと好き好き好き嫌いとかさ、そう、囲いはストーカーみたいなもんだね。
そう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 。囲い込みは、もともとダメな言葉として流行った言葉。それを勘違いして広まっちゃったのよ。なんかお金もらえるとか思ったりとか、その支援されるみたいな意味合いが強くなっちゃったの。だから興味なかったら見なきゃいいじゃんって話したから。そう。だからそう、観察者っつうかリスナーって見る人って意味でしょ。うん。聞く人とか。ウォッチャーが見る人か。で、リスナーは聞く人だよね。俺はだからオーディエンスっていう表現が正しいと思ってて、YouTube はリスナーっていう言い方しないの。オーディエンスっていう言い方をするの。俺はオーディエンスが一番正しい言い方だと思うよ。リスナーっていう言い方は、なんか、グッと来ないね。俺はオーディエンスだと思ってる。リスナーはだってさ、別に一人のことを応援する必要ないわけじゃん。それは各々の中にさ、自分はこの人が一番好きっていうのはあっていいと思うけど、配信者が俺だけを一番にしろっていうのは傲慢な態度。それを選ぶのはリスナーであって、オーディエンスであって。俺が決めることじゃないの。俺は一番になってもらうために毎日頑張るっていうのが俺の仕事だから。口に出して言うことじゃないんだよ、そもそも。変なことは聞かないでください。お断りします。変なことは聞かないでください。分かってるんなら。お断りします。SJR さん。そう、いろいろ見たいのが普通だよ。先日時代を調べてたら、配信者側にメンヘラが増えた。かまっての配信者が多い。かまってくれる人囲いに変化していった。そうそう、要は、かまってほしい配信者と囲い気質の人が噛み合って、その、なんか文化が成立したんだよ。いやいや、ちょっと待ってよ。だってさ、変な質問聞いてもいいですかって。いや、断るでしょ。変だと思ってるなら聞くなよっていう。だって本人も自覚あるんだよ。変な質問していいですか？流れ変わっちゃうかもしれないんですけど、質問していいですかって。ダメに決まってんだろ。そんなもん。バカかよ。ダメだとマイナスに傾く質問なんて、お断りだよ。そんなバカでもわかることなんで聞くのって、うん。そう思うけど。答え出てるだろ。かまってあげたんじゃなくて、囲うなって散々言ってきてんの、俺。俺のこと囲うなって聞いたことある人手挙げて。俺囲い嫌いだから俺のことは囲うなって一言でも聞いたことある人手挙げて。多分すげえ出てくるの。囲うなよっていうの聞いたことある人。それでも囲うんだよ。アホすぎるでしょ。ね、聞いたことあるよね。クミタンも聞いたことある。リュウさんも聞いたことある。他にいる？俺が囲わないでくださいって。ボンも聞いたことあるでしょ。俺散々言ってるんだよ。マキルンも聞いたことあるでしょ。ね。こんだけ聞いたことがある人がいて、それでも囲うんだよ。アホすぎるでしょ。アホすぎるでしょ。だいぶ聞いてるはずなんだよ。10回以上聞いたわ。それでも分かってないんだよ。それってどう思う？俺のせいだと思う？俺のせいじゃないんだよ、もう。俺が何回、ね、味噌だよ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 って言っても、クソなんだって。味噌だっつってんの。クソじゃねえっつってんの。こういう人って本当にいるのよ。だからびっくりするよね。だからもう、その俺の何が言いたいのかを聞き取ろうっていうことじゃないのよ。もう脳内変換がすごいの。脳内変換が。いや、俺の放送を見てくれてる人は普通にファンだと思うよ。ここで、例えばカオスが、いや、俺傍観者だからって言ったら嘘だよ。カオスは確実に俺のファンなの。カオスどう答える？みんなはどう答える？俺のファンだよ、みんなは。俺からすると。これで、みんなが、いや、俺ファンじゃないから。ただのリスナーだからって。これも無理があんの。それはカッコつけなの。ここでファンですって
手、胸張って言える人は普通の感覚の人だよ。だって毎日俺の放送見に来てて、アイテムくれてんのよ。旗から見たらファン以外の何者でもないんだよ。で、例えばさ、矢沢ーっつってさ、もう毎回言う、矢沢矢沢へーいってもうタオル投げて、いや、俺矢沢の別にファンじゃねえから、つって。矢沢の俺はなんかあれだよ。矢沢のこと見てるだけだから、つって。好きでしょ？面白いでしょ？これはファンなんだよ。ファンでしょ？普通に。これをファンじゃないって言うやつは、俺頭おかしいやつだと思うよ。うん。普通に見てる人は普通にファンだよ。今月稼げてない。いや、ファンでしょ。楽しんでる。毎日見に来てる。たまにアイテムあげる。課金をする。どっからどう見てもファンでしょ。うん、それがファンじゃなくて何がファンなのって。逆に聞きたいよね。いや、俺ファンじゃないけど。ファンだよね。普通にね。それは無理がある。もう普通に和道のファンですって。それで別に和道のファンとうなちゃんまんのファンとか鮫島さんのファンと和道のファンでファンが被るって。例えばさ、 AKB なんつうんだろう、なんつうの、ルナシーも好きだけど X ジャパンも好きです、普通じゃん。ヒデも好きだけ、ヒデも好きでジョン・レノンも好きです、ビートルズも好きです、普通でしょ。なんで配信会だけ一人だけ囲わないといけないみたいになんの、うん、いや、だからファンチとか気持ち悪いの。だから俺アンチって言い方も気持ち悪くて、そんなもん存在しないんだよ。だからファンしかいないの。ファンチとかアンチとかいないの。そう、ネットの中だけでくだらないルールができてるだけなんだよ。あ、本当にアンチだったら見ねえから。そんなに人間の集中力って限界があるんだよ。つまらないのに毎日見るなんて不可能。金にもならなくて。絶対楽しんでんの。アンチなんていないの。そもそも。アンチだっていう自分に酔ってるだけなんだよ。俺はアンチだわって言いたいだけなの。俺お前のアンチだからっつってペットボトル何回届けられたか、外配信で。お前ファンだろ。いや俺アンチだからっつって手紙まで書いて、アンチほど手紙書いてネタも仕込んでわざわざ会いに来てペットボトル届けて、なんだそれっていう。お前はファンだよ。むしろ熱烈なファンだよ。熱狂的なファンのことをアンチって言うんだよ、多分。そう、ニコ生が生んだ文化っていうかね、多分ね、暗黒がそれを作ったんだよね。緑さんのせいなんだよ。いや、興味ない配信5分見るのすっげー疲れるよ。もう苦しいよ。本当に。本当に興味ない配信5分見てみ。もうね、本当に退屈だから。マジで疲れる。うん、見る暇なんかないよ。人生限られてるんだもん。やっぱり何かしらの、その、喜怒哀楽を起こさせないと無理なんだよ。いや、そう思うよ。アンチなんかくだらないからそんなのやめろっていう。ファンだって言えと。どう考えてもファンなんだから。どう考えてもファンでしょ。ヘビーで見てるんだから。だからね、ひねくれてるんだよ、ネットの人って。好きなものを好きって言わないから変なことになるの。かっこつけようってすんの。なんか、俺は人とは違うぜ、みたいな。そんな変わんないから、人間って。ツンデレっつうかさ、なんかニヒルっていうの？古い言い方かもしんないけど、車に構えるっていうかさ、俺はお前らとは違うよ、みたいな。例えばさ、ここにいる閲覧の奴らバカばっかりだなってコメント打つ奴とかいんの。今コメント打ってる奴バカばっかりだなって。お前も入ってるからコメント打つ奴にって俺は冷静に思うの。思わない。うわ、お前ら本気かよって。俺は違うけど、みたいな。お前も打ってんだよコメントって。
何なのその俺はマイノリティ、俺はなんかこう俺だけが真実みたいなさ、すげえダサいの。普通にファンですでいいじゃん。そうね、和道さんのファンですってありがとうって思うじゃん。それでいいのに。アンチコメするじゃないよ。俺はお前らのことゴミクズだっつってんだよ、バカが。アンチコメじゃねえんだよ。ゴミクズだっつってんの、俺からしたら。金も払わねえ、フォローもしねえ。ね？文句を言う。ゴミだっつってんの。ゴミをブロック、ゴミはゴミ箱に入れるだろ。だからブロックすんだよ。ゴミはゴミ箱に入れるんだよ。普通のことやってんの。ゴミだよ。ゴミクズだよ。アンチじゃんかいねえんだよ。ゴミしかいねえんだよ。ブロック入れんのは。ミュウツーだからブロック入れたじゃん。ゴミクズでしょ。わかんねえんだよな、これがな。初、初、おめでとう。ブロックです。TWP、おめでとうございます。ブロックです。おめでとう。はい。ブロックです。おめでとうございます。知らない。いや、俺のリスナーかどうか知らないよ。俺リスナーすげえいるんだわ。何千人もいるんだわ。うん。あ、おすすめ規制だった。ブロック入れられたくない人はフォローしといてください。おめでとうございます。ブロックです。3名ブロックです。ブロック入れられたくない人はフォローを最低限しといてください。よろしくお願いします。はい。パルちゃん、おめでとう。ブロックでーす。おめでとうございます。ブロックでーす。はい。フォローしてない人はブロックでーす。おめでとう。よかったね。おめでとう。いや、そらそうでしょ。みんなだってブロック入れるでしょ。文句ばかり言う。フォローもしない。金もくれない。ブロック入れません？普通じゃない？俺言ってること間違えてる？俺らがいないと盛り上がんねえだろうとか。いや、盛り上がってるけど。いや、盛り上がってるけど。でしょ？ブロック入れるっしょ？普通の感覚で。400人近く人がいる。楽しく会話してる。水を差すバカがいる。退場だよ、そんなもん。もっともでしょ？ラムネプレゼントありがとう。普通の感覚なんだけど、俺からすると。なんら、だってフォローしてるんだったら、あ、この人ファンなんだってわかるじゃん。あ、これは冗談で言ってるんだ。ごめんごめんみたいな。乗っかった方がいいかなって判断できるけど、フォローしてないんだよ。ブロックだよ、そんなもん。何の役にも立たねえよ。ブロック、いや、ほい。うん。2チャンネルでもやっとけっつってね。そうだよ。2チャンネルでもやっとけって話だよ。雑談たぬきでも何でもいいけど。ね。あー、かわいいじゃん、翔太。ミュウツーの枠で和道さんの悪口をつい書いてしまいました。すいませんって。これ正直だよ。俺言っとくけど、配信者だよ。だけど他の枠見てたらリスナーなのよ。目障りなコメントブロックするからね。それは俺の放送だけじゃないから。普通にリスナーとしてカオスの放送を楽しんでる時に、カオスのところで俺の悪口書かれたら俺ブロック入れるよ。普通だよ、それ。みんなもそうでしょ。みんなも、あ、このコメント読みたくねえわ、つったらブロック勝手に入れるでしょ。うん。あ、愛のあるディスはわかるよ。愛のあるディスはわかる。ディスをするなって言ってるわけじゃないの。ディスは全然わかるよ。うん、ねえ、楽しい人と普通にね、会話するのが楽しいじゃん。あ、フォローありがとうね。フォロワーがどんどん増えてるよ。ありがとう。ただフォローしてなかったら俺判断できないから。普段からアイテムして、ねえ、その、あ、この人はファンチなんだっていうね。
ねえ、ブロックするでしょ、リスナーさん側でも。それと何ら変わらないよ。普通の感覚だよ。普通の感覚で、もし本当に、いや違うんだよって、ワード本当は好きなんだよって、つい魔が差したんだよっていう人はさ、あの LINE でメッセージすればいいじゃん。いやワード違うんだと、本当は大好きなんだと。たまに来るよ、 DM とかさ、 DM とか LINE とか夜な夜な、ちょっと今お話できますかって。あーこいつブロックしたやつだと思って、もしもしっつって、いや本当は大好きなんだよ、ニコ生から見てるんだよ、違うんだよ、あれは流れなんだと、頼むと、花火をやってないと、俺貧乏なんだよ、頼むから、頼むからブロック解除してくんねえかって、もう大好きなんだよって、それをコメントで言えよ。俺は言うの、いやコメントでそれ言えよって、なんで言えないのっつって、いや俺もひねくれたところあんだよって、そう、そういうのがあるんだよ。うん、はい、ゆうくんおめでとう、ブロックでーす、おめでとうございます、ブロックでーす、はい、おめでとうございます、はい、ワードツエーデモンキー、はい、アナムくんブロックでーす、おめでとう、ブロックでーす、お疲れ様でーす、いいね。いやだからマルキー言っただろ、一生ついてくわ、ワドーに。そういう言葉が軽々しいっつってんの。わかる、マルキー。ブーメランでしょ。お前は俺に一生ついてくわっつったの。うん。で、フォローしてないわけでしょ。だから、俺は口じゃなくて行動を信じてるから。あの、いいことなんかね、いくらでも言えるから。いいこと。要は、俺にヘコヘコするなんてどうでもいいのよ。対等に付き合おうぜ。嫌いなら見るなよっていう。本気で言ってるから俺。うん。初見です。何これ、ランダムにブロックしていく配信？いや全然普通だよ。本赤はしてるじゃないのよ。そういう言い訳はいいの。うん。じゃあなんでサブ赤しないのって話になっちゃうから。いや普通だよ。ブロックするよ。ブロックするよ。そう、一生っていう言葉、例えばね、あのマナちゃんわかる？さっきセブンティーン放送してる時にマナちゃんから電話かかってきたんだよ俺。マナちゃんってほら、あの病気で小学校とか中学校行けない13歳の女の子、うちに来てたでしょ。和道さん、私和道さんのことお父さんだと思ってるって、さっき電話がかかってきたの、配信外で。俺出たの、マナちゃんので、初めて電話したのね。ずっと電話したいって言ってくれてて、いいよって言ってて、初めてかかって、そしたら呼吸が苦しそうで、はぁ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 言ってて、幼い13歳の声でこう、あう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 何かを言ってるんだけど、10分間ぐらい何言ってるかわからなかったの俺。ごめんねマナちゃんって、そのかすれ声だったから。マナちゃん喋るのができないんだよ。で、和道さん好き、和道さん好きってずっと言ってたのね。和道さんの声好きって、放送見てるよって。でようやく分かってきて、10分ぐらい会話しててね。で、あの、マナちゃんは今入院してるんだよ。あの、今までは自宅で療養しながら学校の先生が来てたんだけど、和道さんの声好きだよって、坂も好き、坂も好き、坂も好きってずっと言ってて、で、釈迦のことだったんだよ、それ。釈迦のことっつって。で、そういう人がいるのよ。熱烈に支持してくれてて、環境がいて。そういうゴミクズと俺は相手にしたくないのよ。マナちゃんみたいに、すごい、なんつうの、置かれてる状況がさ、厳しい中で頑張ってて、俺の放送を楽しみにしてくれてる人いるんだよ。そう。だからゴミなんかいらねえよ、俺の放送に。俺マジでマナちゃんに会いたくなったもん。うん。マナちゃん超いいやつだよ。はい、しおりん、お前、フォローしてないね。しおりん、おめでとうございます。ブロックでーす。いや、ほーい。おめでとうございます。トキさんバーガーありがとう。いやマジでちょっと泣きそうになったよさっき。全然喋れないのに和道さんと話したい、和道さんと話したいっつって。で、何言ってるか分かんなかったら、ごめんもう一回言って、ごめんもう一回言ってって、だんだん分かるようになって。いや行動だよ。
なんか呼吸器の音とか聞こえながらさ、病院の中でひっそりとずっとメッセージを伝えてて、和道さんありがとう、和道さんありがとうってずっと言ってくれたんだよ。俺泣きそうになったよ、本当に。お見舞い行ってあげたくなったよ。超感動したよ。俺この人たちのために頑張ろうって思ったよ。本当に。めちゃめちゃ泣きそうになったよ、本当に。いや、もう超嬉しかったね。和道さんの声好きって、和道さんのことお父さんだと思ってるって、お父さんもね、昔亡くしちゃったけど私頑張るって、勉強も頑張るって、和道さんの放送見てるから、応援してるからって、俺はすげえ嬉しかったよ。フォローしてなくてアンチコメ書く人はブロック入れるって話ね。伝えたかったんだよ。そう、13歳で、文字だと分かんないの。文字だと普通にやり取りはできるのよ。ただその発音が多分難しいんだよ。そう、どういうご病気か分かんないけど、すげえ嬉しかったよ。いや、超嬉しかったよ。超元気もらったよ、俺。ちょっと話してて今泣きそうになってるからね。はい、1時間経ったんで、アイテム、応援してくれる人はアイテムお願いします。今日は雑談ヤッホイだよ。もしよかったらね、応援してくれる人はアイテムください。よろしくお願いします。それでは音楽流します。2分間音楽流すんでよろしくお願いします。今は見てるか分かんない。もう寝るって言ってたよ。あ、頑張るよ、ザツさん。ありがとう。ブチさん、風船100個ありがとう。ノンさん、バーガー3個ありがとう。ミースケ、ラムネ3個ありがとう。マコヤン、いやー、めちゃめちゃ嬉しかった。一生懸命喋って。ごめんね、言ってることわかんないんだって。何回も何回も、和道さん好きだよって。和道さんの声好きだよって。リュウさん、ハートありがとう。マコヤン、風船ありがとう。マキルワタアメありがとう。コビちゃん、バーガーありがとう。ニャコラムネありがとう。ボンハートありがとう。ムギさん、バーガーありがとう。カズバーガーありがとう。ヨさん、風船5個ありがとう。トキさん、バーガー5個ありがとう。無所属の新人さん、バーガーありがとう。アムさん、盆踊りありがとう。わっしょいわっしょい。わっしょいわっしょい。アムさんから盆踊りいただきました。解放、風船ありがとう。おい、ハッチはどつ。なんだ ?WKO? なんだ WKO って。アイワード2。なんだ WKO って。よくわかんねえな。ボン、風船ありがとう。解放風船ありがとう。ダツさんありがとうございます。風船15個ありがとう。猫屋さん風船10個ありがとう。ありがとうございます。アイワード2。匿名さん、ラムネ3個ありがとう。WKO がよくわかんないけど。まいちゃん風船10個ありがとう。バガ2個ありがとう。モサキチさんハートありがとう。金魚すくい3個、匿名さんありがとうございます。ありがとう。麦さんバガ1個ありがとう。マイネー、わたあめありがとうございます。みんなありがとう。ハッチハート10個ありがとう。ありがとうございます。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。ひなさん風船5個ありがとう。明日花火あげるわ。あ、ありがとうね。そうそう、いや、そうそう、いつもくれてるから、ありがとうありがとう。またニート、また仕事辞めたんか、お前頑張れよ。俺も頑張っから。風船4個ありがとう。いやー、マナちゃんの電話すげー勇気もらったよ、本当に。なんか、なんだろう。すげー勇気もらったよ。ブロンはどつ。だって病院の中でさ、すげー頑張っててさ、そう、救急車で、救急車で運ばれた、みたいな。なんかすごい、今のでも聞き取りやすいぐらいで、救急や、救急やってずっと言ってて、救急車、救急車って言って、うん、うんって言って。そう、10分ぐらいしか話せなかったんだけど、そう、和道さん釈迦好きだよとか、和道さんの声すごい癒されるよっつって、もう涙必死にこらえたけどね。おい、 SJR イヤホイ、ゴミクズイヤホイ、花火ありがとう。いやー、すげえ、なんかさ、その言葉と行動が伴ってるっつうかさ、純粋な気持ちじゃん。
そう、冷やかしてるゴミどもに聞かせたかったよ本当に。嫌いだったら見るなっていう話よ。別に求めてねえから、嫌い、俺のこと嫌いなやつ見に来いなんて一言も言ってねえよ。本当にいらねえから。わかんないんだよね。なんか重たい病気を二つ持ってるって言ってたよ。真夏さんは。毎日放送見てるわけじゃなくて、最近来ないなと思ってたの。沖縄の頃から見始めてくれたリスナーさんで、で深夜庁とかも見てて、深夜庁のところで話題になったのよ。なんか釣りだろ釣りだろっつって。で、深夜長が、いや、まなちゃんと電話で配信外で話したけど、あの子本当だよ、つって。13歳なの本当だし、って。病気すごいんだって言って話題になってたの。でも、俺の放送ヘビーで見てくれてんのよ。和道が好きだ、お父さんだと思ってるって言って。いや、最近来ないなと思ってて、どうしてんだろうと思ったら、さっき電話かかってきて、今病院だって言ってた。救急車で運ばれちゃって、って。で、先生来るのって。先生も来るって。病院で勉強してるって。いや、まなちゃんのお見舞い行きたいね、正直ね。ちょっとすげえ遠いんだけど。でも配信外で行ってあげたい、それは。うん、ああ、頑張りましょう。まなちゃん、お見舞いっていうか、普通に会いたいね、まなちゃんに。会いに行きたい、普通に。いや、マジで泣けるよ、本当に。13歳のリスナーの子なんてあんまりいないわけじゃん。なんか、応援するってこういうことなんだ、と思って。いや、めちゃめちゃ応援されてるわ、と思って。頑張んなきゃな、と思ったもん。まなちゃんのためにも俺、放送やめちゃダメだわ、と思って。どんな病気なのかさ、どう苦しんでるのかは分かんないけど、多分こういう人がいっぱいいるんだよ。歩き配信やってると、俺足が悪くて今歩けなくてって。家で見てるけど、ワドありがとなって。多分コメントの一つ一つにそういう気持ちが込められてんだよ。足痛えだろうけど、俺の分も歩いてくれてありがとなとかメッセージくんだよ。だから旅行かねえのとかゴミみたいなコメント読むの腹立つよ、本当に。なんか支援金がどうのこうのとかさ、そんなもん募ってねえわ。ゴミは黙ってろマジで。俺元気もらえたね、すごい。自由にやるよ SJR さん。元気分けてほしいとか楽しんでもらえたら、俺はいつも言ってるけど、俺ができるのは暇つぶしだから、悪い意味で言ってるわけじゃないの、侮ってるわけじゃなくて、みんなにとって暇つぶしをするのが俺の仕事だと思ってるから、みんなのその憩いの場じゃないけど、まあ、エンターテインメント、総合的なエンターテインメントだけど、笑い取るだけがエンタメじゃないから、別に笑いも取らなきゃいけないけど、笑いだけに縛られたくないよね。喜怒哀楽全部込めたいと思ってて、人生観つうかさ、その病院で楽しみにしてる人がいるんだよ。必死にその難病と戦いながら学校も行けないぐらいの重たい病気だよ。俺には想像つかないけどさ、声にもならない声で頑張れ頑張れ頑張れって言ってないな、まなちゃんは俺に頑張れって言ってない。好きだよ好きだよって、ありがとうありがとうってずっと言ってくれてたよ。すげえ嬉しかったよ本当に。俺の暇つぶし、俺は暇つぶしって感覚ないかな。金もらうようになって食えるようになってからそういう感覚はだんだんなくなってきた。最初は正直あったよ。暇つぶしっていうか、有名になれたらいいな、金稼げたらいいなって。もう今責任感しかなくて、金稼がないとダメなんだよ。金稼がないとダメだし、その、暇つぶしをする側だと思ってて。だから毎日必死に、例えばスーパー行ってさ、買い物するじゃん。カントリーマームとか見て、どれが一番胃に負担がかかって、
どれだったらそのどんな企画面白いかなって。で花火も上げなきゃいけないんだよ。例えばポッキー1本花火で食いますっつってもさ、ポッキーなんかいっぱい食えるな。でポッキーの日だったらこれ面白いだろうなとか、今カントリーマームがいいなとかさ、いろいろその目に映るものすべて配信に見えるんだよ。そのなんだろう、配信の企画って夢でも配信の企画だし、あそういうもんだよ。あゆうさんフォローしてないね。はい、おめでとうございます。ゆうさんブロックでーす。さようなら、おめでとう。ブロックでーす。フォローしてない人ブロック入れるんで、お疲れ様です。フォローしてないアンチコメント全部ブロックね。ブロックされないファンチの人はフォローしといてください。ブロックでーす。マージャン釣りじゃないよ。生ポワード好きだった。いや生ポ余裕なかったよ全然。はい、あっくん大好きチェック。はい、ロックオンします。あっくん大好き。はい、フォローしてない、おめでとうございます。あっくん大好きさんフォローしてないですね、おめでとうございます。ブロックです。二度と見に来ないでください。お疲れ様です。はい、ブロックです。はい、タラレバ息子さんお疲れ様です。フォローしてないアンチは全員ブロックだ。ファンでも何でもねえから、うん、おめでとうございます。ブロックって何人無限に入れられるよ。無限に入れられる。アンチはブロックだよ。フォローありがとね。うん、 YouTube もフォローありがとう。フォローしてくれてる人はね、やっぱ躊躇するんでね。さっきね、一個ね、ブロック入れようかなと思ったけど、フォロー入ってたんで、やめときました。もうフォローもしてないゴミクズはブロックだよ。別にアンチをファンに変えろとかそういうのいらないから。めんどくせえから。嫌いなら見に来んなっていう。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらです。あ、YouTube、コメントが残るんで、はい、朝ね、チェック入ります。最低って言いやがった。はい、チェック入ります。チェック入ります。あれちょっと待って、あれクリックできない。あ、来た。はい、朝おめでとうございます。最低で結構です。はい、フォローしてなかったんで、ブロックでーす。さようなら。もう二度と関わりません。ブロックでーす。おめでとうございます。はい、先んちょ、こんばんは。フォローしてないの本当に容赦なくブロックだから、もう、こっから先は。最低で構いません。最低だと思うなら見ないでください。コメントも書かないでください。いいでしょ？この BGM。うん。放送頻度下がってないよ。一日平均10時間ぐらいやってるよ。やってるやってる。放送頻度下がってないよ。放送頻度上げさせる方法は一つだよ。花火投げる。やればやるほど花火上がるっていう認識がついたらさ、全然やるでしょ。生ポだって叩かれてたけど、たくさん配信してくれたから立派に仕事してるし、みんなの楽しませてるからいいやんと思った。生ポしながらパチンコしてるやつよりいいかなって。生ポしてるときはギャンブル一切やんなかったからね、うん、オワコン金杯お前今チェック入れっかんな。おい、オワコン金杯チェックだこの野郎。あ、フォローしてねえなてめえ。おい、オワコン金杯フォローしてねえな。おい、コメントよこの野郎。オワコン金杯てめえ、 YouTube の時間割見たよ。いい話だった。あ、ごめん、アンチコメじゃなかったわ、うん、あ、ごめん。ちょっとサムネでアンチだと思っちゃった。ごめん。うん。悪かったわ。フォローはしてないけど、アンチコメじゃなかった、全然。フォローしろや。びっくりしたわ。思い込みだったわ。偏見だったわ、俺の。残念だね。
勘違いでした。すいません、どうも。ちょっと今ね、アンチが目につきやすいから、アンチコメンっぽいサムネも気をつけてくださいね。いや、フォローしてよ。フォローしてよ。ね、普通にナビしてくれてたもんね。初見さんフォローよろしくお願いします。レクチの曲は使わないよ。もう。レクチの曲はもう使わない。だって、向こうも嫌でしょ。もう俺の放送のアンチになっちゃったわけだから、文句言ってるんだからさ。ってことは俺はさ、なんでレクチの曲使ってたかっていうとさ、やっぱりレクチの音楽活動を応援したいっていう気持ちがあったの。宣伝したいって。で、何百人の前で毎回流れたらテーマソングになるわけだから、やっぱりさ、聞く人が多かったらさ、こいつミュージシャンとして才能あるなって連絡が来るかもしれないと思ったから手伝ってたわけよ。仲間だと思ってたから。いや、いいよ。もう、俺の放送見ないし。フォローした、ありがとう。フォローありがとう、オワコンキンバエ。よろしくね。フォローありがとう。そう。だから、俺は、なんだろう、レクチのこともう応援できないから。お互い気持ちよく応援し合いたいっていうのが俺の考えだから。はい、タマさん、フォローありがとう。初見さんいらっしゃい。俺は仲間ってそういうもんだと思ってんの。黙って、黙って活動を応援するっていう。だから俺は、なんだろう、仲間じゃない人の別に、ね、使う義務もないから。別にレクチじゃなくても音楽作ってるね、ファンの人いっぱいいるし、いや、ワドを使ってよって言ってくれてる人もいて、その音楽いっぱい届いてるから。聞く？聞きたい？じゃあ、リスナーさんが作った音楽聴きたい人、他の曲聴きたい人手を挙げてください。他にもいっぱい届いてるよ。聴きます。もしよかったら未発表曲発表しようか。旅配信はもうやんないよ。聴きたい？みんな。聞く？ OK。じゃあさ、レクチ以外にもテーマソング届いてるから、聴かせるよ、今。ちょっと待ってね。ちょっと待って、じゃあちょっとトイレ行ってくるわ。行くよ。ちょっとトイレ行ってる間聞いてて。行きます。あよ、匿名の掲示板でガタ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 書いてるな、この野郎。いいえ、どれさ、あいつ絶対統合失調症治ってねえよな。アイテムください。てめえ2チャンネルあかよ、この野郎。アイテムお願いします。雑談タヌキか。アイテムください。雑談タヌキなんか見るわけねえだろ、この野郎。花火欲しいな。見ねえよ、2チャンネルなんかよ。誰かごめん、花火くんね。はい、NG です。おめえみてえな話のわかんないやつは NG だ、バカ野郎。偉そうなこと言ってるから NG です。花火投げろよ。偉そうなこと言ってるから NG です。花火くれないんだったらちょっと枠閉じてもいい。偉そうなこと言ってるから NG です。ほら、うなちゃんマンコは配信者ではないと思ってる。プロリスが面白いことやってるっていうリスナー側の上の方にいる感じだと思う。偉そうなこと言ってるから NG です。お前うるさい、気持ち悪い。はい、 NG です。初コメありがとう。くだらねえからアイテム投げてから文句言え。詐欺師とか言う前に花火の一つぐらい投げろよ、この野郎。気持ち悪いんだし。今その話関係ないでしょ、キナブタ。アイテムください。のんちゃんはもう昨日警察に突き出したから。アイテムください。今刑務所だよ。あいつはもう警察に昨日突き出したから。アイテムください。犯罪者は。アイテムください。犯罪者は警察に突き出した。うぜえよてめえ、いい加減しろや。殺すぞマジてめえ。あ、炎上見たい人アイテムお願いね。こうやってアーティストとコラボしてるわけよ、こっちは。だから別に困ってないから。レクチだけじゃねえから。わかる？わかる？才能のあるアーティストなんかいっぱいいるんだよ、うちのリスナーには。わかる？そうそう、才能のあるアーティストはいっぱい抱えてる。もっと聞きたいぞ。
だけど、その、なんつうの、俺はさ、必死に4年間頑張ってきて、初めて閲覧があるわけじゃん。で、その、音楽流してほしいです。でも、和道の放送はもう付き合いしませんって言われてさ、じゃあ何って、俺なんでお前の応援しないといけないのって思わない？普通に考えて。そう思うでしょ？俺は4年間頑張ってきて、で、その、これから頑張ってくる人とか、仲間だって思ってる人を応援するためにさ、一緒に気持ちよく、いや、和道曲使ってよって言われて、本気で音楽やりたいから、つって、俺の曲宣伝してよって言われたら気持ちよく流せるよ。ただ、和道のことはもう知らんと。で、謝ってくれとかわけのわかんないこと言われてる。他の人の枠でね。そう。でも俺はどうでもいいよ、別に。好きにやれやいいじゃん。俺も好きにやるから。別にレクチのことアンチでも何でもないけど、離れた人間の音楽使う気はないよ。勝手にやって勝手に売れるかどうか知らんけど、頑張りゃいいんじゃんっていう。それが俺はその手のひら返すっていう本質だと思ってるから。いや別に女取るとかじゃなくて、なんで俺を天秤にかけたのかわかんなくて。別にさ、何？アリスとお付き合いしてます。で、和道の放送好きです。で、なんで成立しないのっていう。俺関係ないじゃん。なんで俺とアリスを天秤にかけたのか俺は腹立ってるけどね。これいいでしょ、うん、これいいでしょ。ベルトホルダーもついてるから、ここにつけてて、腰に。これいいでしょ。もうだいぶ使ってクタクタになってきていい感じだよ。ファンがじゃないのよ。囲いがなるのよ。うん、別にもう離れたんだからいいじゃん、それで、うん。俺は追いかける気ないよ。そんな暇じゃない。はい、ミカちゃんは立つ。そういうもんだと思ってるよ。別に嫌いなら嫌いでいいじゃん。いや、旅団名乗りたかったら旅団名乗っていいじゃん。俺は今旅団名乗ってるのが本物の旅団だと思ってるよ。そう、こんな時に旅団を名乗ってるわけだから、そう、逆にかっこいいでしょ。逆に今ここで旅団名乗るっていうのはどれだけ勇気があるか。もうだからもう一人しか残ってない最後の旅団だよこれ。最後の旅団ミカ最後の旅団だよ。クソかっこいいじゃん。だ今俺は旅団解散っつったけど、今旅団を名乗るっていうのは本物のガチファンだよ。いや私は旅団だからって関係ないから、和道が何言おうと私は旅団だっつ、それだよね、うん、俺は旅団だって。我こそは旅団だよ。絶滅危惧種だよ。別に名乗ってもらうのには、だから高野団解散の後も高野団名乗ったでしょ。いやだから俺に聞かないでほしいよ。自分で決めるんだ、かっけえわってなったでしょ。だからそれが決めるってことなのよ。いや俺は関係ねえよって、俺は旅団だわっつって、誰に何と言われようと私は旅団、俺は旅団、それが本物なんだよ。マジかっけえでしょ。こんだけ旅団全員外した中で、これが本物の旅団なんだよ。珍味団だってさ、足軽だって小映えだってさ、外さない人は外さないかんね。勇気ないでしょ、うん、だからラストエンペラーみたいな感じだよ。ラスト旅団だよ、うん、ただの消し忘れ説。いや俺はそういうもんだと思ってるけどね。それが本物だと思ってるけど、そう、ここでその旅団の新生旅団、新生旅団、本物の旅団ができてくるんだよ。今までの偽物の旅団とは違う、真の旅団だよね。真の旅団。そう、俺がつけろって言ってつけるやつは消す気なし。ほら見ろよ、消す気なし。ほら、かっこいいだろ、この男気。消す気ねえから、つって。そう。消す気ねえから、つって。もう一人でも背負ってくわ、つって。なんならタトゥー入れるわ、つって。
おでこに。リョダン。これが本物のリョダンだよ。そうだよ。かっけえよ、うん。だからこれが本当のファンなの。そう、にわかとは違うの。俺にチヤホヤされないと、ね、俺にチヤホヤしてほしいだけの構って構ってじゃないんだよ。好きなものは好きだわ。それが本物だよ。素晴らしいよ。拍手だよ。これが本当のファンだよ。なんだ、ダブル KO って何の？さっきから言ってるけど、ダブル KO って何の？ダブル KO って。ザ・旅団だよ。いや、和道担ぐわ、つって。本物が出たよ、ついに。いや、ダブル KO って何の？全然意味わかんないけど。いつも言ってたじゃん。そのバンド、例えばライズだったらさ、ライザーとかさ、あのマキシマムザホルモンだったらハラペコとか、他人からやめろとかかっこ悪いって言ってもやめねえから、うん、そういうもんなんだよ。やめないでしょ、他人にとやかく言われても。好きなんだけど、スターウォーズ批判されてもスターウォーズファンはコスプレやるんだよ。それが本望だよ。いや、意味知りたいよね。スルーされたコメント繰り返すのやめて。はい、お前フォローしてない。警告1年。イブラヒモビッチ、あの、フォローしてないから、しつこい。うん。俺にスルーされたコメントは面白くないんだよ。広がらないからなんだよ。面白いコメント打つか、フォローしといてください。次打ったらブロックです、あなたは。和道がクズだと言われても押してますの略。めんどくせえから旅団にしてくんね。和道がクズだと言われても押してますの略はいいから、あの、旅団にして、うん。そういう、なんか勝手に広めないでください。無許可で。ダブル KO。それを旅団って言うの、うん、それを総称してダブル KO を、和道がクズだと言われても押してますの略がもともと旅団だから、うん、旅団に戻ってください。じゃあ、うん、勝手にアレンジしないでください。もうもともと旅団ってそういう意味だから。そう、もともと旅団には和道がクズだと言われても押してますって意味合い含まれてるから、うん、それを旅団って言うんだよ。はい、ティファチョコボールいらっしゃい。もう自由参加、自由解散だから。いや、嫉妬でしょ？結局猫屋さん。嫉妬だよ。嫉妬。旅団は NG だよ。解散してよ。だから、降格機動隊にもそういうシーン出てくるでしょ。解散だっつっても、でも仲間は本当は解散しないでしょ、うん、そういうもんだよ。うん、アイアワークみたいいらっしゃい。はい、ボンマスワド2っていうかね、そもそも答え言おうか。あのね、ワド2って言ってるやつ全員本来旅団名乗るべき、うん、本来はワド2ってもう言っちゃう人、特に他枠でも間違えてワド2って、ワコ2って打とうとしたら体が勝手に反応してワド2って打つやついるの。もうそいつらはね、全員旅団名乗るべきなんだよ。もう洗脳されてんだから。はい、イブラヒモビッチさん、フォローありがとう。誇りを持ってほしいね。誇りを持って旅団を背負ってほしいね。誇りを持って。我こそは。もうつけたり外したりするのめんどくせえから。うん。はい、風船100個ありがとう。もう俺は違うからみたいなのいらないから。めんどくさいから。いや、ワド2ってもうマキルなんか絶対俺のヘビーリスナーなんだから、もう本来旅団なんだよ。
本来入れないといけない人が入れてないんだよ。いや、ワド2ってタワクで打っちゃう人ね。うん。もう、忍ぶちんとか間違えて打っちゃう人は、もう俺のヘビーリスナーなわけだから。ワド2って間違えて打ったことある人はもう全員旅団だよ。隠れる旅団だよ。隠れる旅団。ワド2って言っちゃうでしょ。うん。だからもうね、だってアルさんなんかヘビーで俺のリスナーなんだから。絶対俺推しなんだ。ボンマス、マキル、アルさん、カオス、ソソ。あと誰いる？この辺だと。濃い味は、濃い味微妙。強兵なんか絶対俺推しだよ。あと、ミースケも。ミースケも俺推しでしょ？あと誰だ？あと、旅団つけなきゃいけない。ニャコとかもそうだし。ニャコ、ソソ。あと、なんだ。マルキーもそうだろう。あと誰いる？このロビなんかそうだよな。ロビなんか絶対旅団だよな、本来。隠れるような。トキもそうだよ。トキも旅団でしょ。あと誰いる？コピちゃんもそうだろ。 SGR ももう旅団だよね。 SGR なんかもうヘビーだから旅団だよ。新規旅団だよ。そう、ワド2しか挨拶知らないのはもう旅団だよね。隠れる旅団だよ。だからね、乗っかれないのはダメだよね。なおくん、風船10個ありがとう。タラレバ息子は微妙じゃない？他にいそうだよ。いや、隠れるようなんでしょ。あいつは、なんか隠れキリシタンみたいなもんだよね。隠れキリシタンみたいなもん。はい、ワド2。戻そうかなって、俺に指示を求めてる時点でダメなの。お前が決めるんだよ、マルキー。俺が好きかどうかは。お前が決めるんだよ。いつも言ってるだろ。和道が好きかどうかは自分で決めるんだよ。にわかですが、旅団つけさせてもらいました。あ、どうぞどうぞ。うん。そう、サクットラも旅団だよね。サクットラはもう、隠れ旅団だけども、愛のある隠れ旅団だから。そう。そうだよ。踏めないんだよ、ミースケなんか。俺の顔の写真を踏めない。旅団つけ方間違えてるわ。旅団つけ方間違えてるわ。違うよ。俺は和道好きだよ。だから言葉じゃなくて行動だっつってんの。言葉じゃなくて行動なんだよ。気づけよ、マルキー。気づけよ。ねえ、ミカちゃんから何を学んだんだよ。ミカちゃんは言っただろ。いや、誰に言われても外す気ねえしって。だって、旅団で、多枠でコメント打ってて、旅団と旅団が出会った時のパワーわかるでしょ、うん、もうそいつは絶対和道の話しないといけないんだよ。旅団いじりをしないといけないんだよ。そう。そんだけ、もう影響力のあるリスナーってかっこいいだろ。うわ、旅団来たわってなるんだよ。恐れられるんだよ。うわ、旅団だわつって。旅団の花火師だわつって。そうそう、ナンバーファイブに入ってるやつだわ。旅団のナンバーファイブだろ。わかる？ナンバーで呼ばれるようになるんだよ。幹部だよ、ソソなんか。ソソなんか、今月2位だよ、ソソ。ナンバー2じゃん。ナンバーファイブじゃねえわ。ソソはナンバー2だわ。旅団の付け方間違えてるって。アットマーク旅団じゃねえって。今月2番目に、頭から2番目に振り込んで支援してるやつが旅団じゃないわけがないよ。うん、隠れ旅団ナンバー2だから。うん、おいおいって、うん。そう。俺に求めてる時点で囲いになっちゃうんだよ。そう。悪魔いるよ。だからもう悪魔は私会ってないとか言ってる時点でもう囲いじゃないから。かっこいいじゃなくて、俺の真意を分かってないんだよ。そう。ミースケちなみに3位だから。ナンバーいいなじゃないよ。お前もナンバー入ってんだよ。ソソがナンバー2で、お前ナンバーいいなじゃねえよ。お前3位だわ。八神様を超えて3位なんだよ。ナンバートップ3に入ってんだよ。ミースケ、ソソなんか旅団名乗ったらナンバー3が来たってなるんだよ。ナンバー3来たわっつって。ナンバー2来たわってなんだよ。
ミースケとソソがあのどっかの枠に揃っちゃったら恐れおののくんだよ。前いらんって言ってた。あ、ていうかもうあれだわ、ランキング公開でやりたいな俺。ランキング公開でやりたいな。ちょっとナンバーワンに相談するわ。ナンバーワンに相談し、 AV 男優じゃねえよ、ナンバーワンに相談メール送るわ。うん、ナンバーワンにメール送っといた。可愛い女の子にも花火投げた、全然いいじゃん花火投げれば。アイテムとかそんな投げられないや、なんで、お品とかつけないポジション。だから全然いいんだよ。別に、名乗れとは言ってないのよ。名乗れとは言ってないの。うん。ナンバーワン誰かは言わないけど。なんすか、ファドツ。え、公開で言うの？あの、裏でやりたかったんだけど、サボちゃん。今、裏で着々と進める感じでやったんだけど、公開でいいの？ナンバーワン来ちゃったよ。あの、俺さ、前から思ってたんだけど、ランキング晒したいんだけど、と思って。なんか、みんな非公開でやってるじゃん。ランキング晒したらダメ？サボちゃん。やだ？サボちゃん。なんか、なんで、一番俺のこと応援してくれてる人をわざわざ隠さないといけないのか意味がわかんないんだよ。なんで隠さないといけないんだろうっていう。だから、みんなで取ったって。俺がマンスリー、今25位なんだけど、いい？俺がマンスリー取ったってことは、この人たちのおかげなんだよっていうのをさ、しっかりやっていきたいの。3人サムネ出るんだよ。マンスリー。あ、ありがとう、サボちゃん。じゃあ、公開にするわ。公開でやる、俺。はい、公開しました。マンスリーランキングみんな見てきて。うん、公開されてるか見てきて、マンスリー。ありがとうね。いや、言ってないけど、一応やっぱ筋は通したかったから。マンスリーランキングの25位見てみて。あれ？あれ？あれ？マンスリーに表示されなくなってんの今。あれ？携帯だけだっけ？あれ？表示されてねえ。携帯で見てみるわ。パソコンの方が表示されてねえ。あれ？今表示されないんだ。意味ねえ！意味ねえ。サクッとらアットマークいらない。うわ、意味ねえわ。今、その機能なくなったわ。相談する意味ねえわ。相談する意味全くなかったわ。公開設定非公開でも両方とも公開されねえわ。なんだこれ。意味ねえじゃん。今の話全部意味なかったわ。もう表示されなくなってる。なんだこれ。いや、見られるっていうか、プロフィールページに飛んで初めて見れるかな。え、どういうこと？え、どうなってんのこれ。なんかよくわかんねえな。仕様が変わったんだけど。仕様に変化が。なんだこれ、めんどくせえ。はい、ワドツ。うん。まあいいや。配信中は見れないんだ。おー。配信中は見れないらしいね。アグリン、ありがとう。ライブ中だからか。余談増えたな。余談5000人ぐらい欲しいね。余談今何人いんの？はい、余談出席番号。はい、出席確認します。余談手挙げてください。見れた？うん。はい、余談いらっしゃい。匿名旅団いらっしゃい。フォロワーで見れる？見れた？うん、いや、公開でやっていきたいんだよね。あ、見れた見れた。はい、匿名旅団、匿名旅団1、サクッとら、アットマークいらないサクッとら。ミカちゃんいらっしゃい、ハッチいらっしゃい、翔太いらっしゃい。何人だ ?1、2、3、4、5。5人か。うん、少ねえな。クミタン6人か。6人か。少ねえな。だいぶ減ったな。そう、アットマークがいらない。
とりあえず100人ぐらい目指してやっていこう。100人の熱烈なファンを作ろう。余談かっこいいだろ。 SJR も入れって。旅団が来たぞーっつって、旅団が来たぞーっつって、かっけえだろ。いや俺は旅団じゃないから、うん、俺は旅団の団長今失踪中だから、うん、俺旅しないって決めたから。入れてじゃない、自分で入るの。ファンイコールアイテム投げてくれる人じゃなくて、フォローをする、コメントをする、っていうのもファンなんだよ、間違いなく。ただ俺が言ってるのは、あの1円でもいいから風船1個でもやらないとファンとして質が低いっつってんの。花火を投げろと言わないけど、1ヶ月で何回も見てるリスナーだったら、それは俺に限らず、どっかの枠でタダで見てるのはファンと、ファンはファンなんだけど、100円ぐらい入ってるでしょ、財布の中に。100円ぐらい1ヶ月に1回投げるのが本当のファンだと思うよ。それが普通でしょ。100円ぐらい応援するでしょ、自分が推してる配信者だったら。それが応援でしょ。どんなに貧乏だろうが、どんなに生ポだろうが、1ヶ月毎日見てる配信者にアイテム投げないって俺変だと思うよ。一番体調とかないから。お茶飲んでる。今一番隊とかじゃなくて、もう6人しかいねえから一番隊とかないから、6人しかいない、隊がないんです、そもそも。せめて数千人規模になってからでしょ、隊を名乗るのは。はい、ブロックです。こうちゃんお疲れっす。おめでとうございます。ブロックです。おめでとう。人空の言い方かっこよかったよね。一番隊隊長って言うんだよね。一番隊隊長、二人の風助、いや1000円貯めて1ヶ月で100円ずつ使えばいいじゃん。いや他人の印象は変えられないんだよ、いくら言ったって。タバクで悪口言ってたらみんな見てるんだから、そんな言い訳してもしょうがない。タバクで愚痴ってるのとかを見てるわけだから、普段の行い、人の印象は変えられないんだよ。あ、こいつ裏でこんなことやってるわっていうのは。ミカちゃん風船100個ありがとう。旅団は旅団、支部長とかの制度は取ってない。今再建の段階だから。一番大隊長と名付けてくれた時語ります。無理です。はい。俺が今言ってるコンセプトに理解できないやつが一番大隊長を名乗れるわけがありません。マルさんバーガーありがとう。俺のコンセプトを理解できないやつはダメでしょ、うん、ついてこれないんだから。そもそも団長の言うこと聞けないわけでしょ。先に役職欲しいとかおかしいでしょ。なんでお前が団長なんだよ。俺だろどう考えても。なんでお前が団長なんだよ。勝手に名乗んな。俺だろどう考えても団長。なんで俺より役職上なんだよ。おかしいだろ。おい、なんでお前が、そもそもお前俺のことフォローしてんのか。おい、
そもそもお前俺のことフォローしてんのかよ。なんでお前が団長なんだよ。おかしいだろ。待って、確認するわ。あれ？なんか不具合出てるな。あれ？なんだこれ？なんだ？センサーが反応しないな。おめえフォローしてねえじゃねえかよ、この野郎。ブロックだ、この野郎。何が副団長だ。おめえフォローしてねえじゃねえかよ。はい、おめえとブロックでーす。バカ野郎。ブロックだ、てめえなんか。フォローすらしてねえじゃねえかよ。何が団長だよ、お前。ブロックだ、てめえは、この野郎。びっくりした。ブロックだよ。しょうもねえな、ほんとに。いや、ブロックだろ、そんなもん。散々言ってんだよ。フォローしてなかったらブロック入れるぞって。話全然聞いてねえだろ。うん。全然聞いてねえよ。はい、マルキーニョスいらっしゃい。旅団増えてきたね。バカすぎるわ、ほんと。はい、ゆうすけさんいらっしゃい。いや、別に荒れてないけど。反抗期はいてもいいじゃなくて、それは旅団を名乗ってるか名乗ってないかの問題でしょ。そもそも旅団じゃないんだから。旅団じゃないやつに旅団を語る資格はないよ。旅団つけてないとダメだわーっつってね。調子悪いわーっつって、帰ってきたか。あー、強兵いいね。まあ、旅団増えてきたね。誇りを持って叩かれるように。お前ら多枠でコメント打つときはな、たわくねえ。いっちゃんブロック入れるよ。いっちゃん、いっちゃん心苦しいから今すぐフォローしてくんね。うん、結構ヘビーで見てるから。いっちゃん、いっちゃん頼む。いっちゃんはブロックしたくない。フォローして。どれが俺のこと語る資格なんかねえよ。俺からしたら三下だわ。なんかね、ムカつくのが、俺前から言おうと思ってたんだけど、どれ、あの、はっきり言うけど、配信者として俺まだまだ俺の方が上だから、俺からしたら。はい、お帰り、マルキー。マルキーニョス、マルキーに変えな。マルキーの方が読みやすい。マルキーニョスいらない。マルキーでいいよ。うん、なんかあの人上から俺のこと語るんだよね。それがなんかいけすかない、俺からすると。してるわ、見てみろボケ。オッケー、いっちゃん見てみるわ。あ、フォローしてるじゃん。大丈夫だね、よかった。いっちゃん旅団に次ぐけど、あの、くっそ叩かれるから覚悟しておいてね。お前らが思ってる以上にか、あの、叩かれるから、くっそ叩かれるから。ありがとう黒さん、ありがとうハート。お前らしょんべんちびるほど叩かれるから。はい、こうちゃんブロックです。おめでとうございます。こうちゃんブロックです。さようなら。いっちゃん旅団に入ったら荒れるでしょ、ニュースでしょ。いっちゃん旅団に入ったら荒れるでしょ。はい、特命係長になりたいさん、企画中止やろ。偉そうですね。おめでとうございます。フォローしてないんでブロックです。さようなら。はい、ブロックです。おめでとうございます。ブロックです。
はい、お疲れ、ヤンドラッキー。はい、ラムネプレゼントありがとう、ロビちゃん。フォローしてるためにお前がトップに来る。だってフォローってそういう制度なの。フォローってもともとそういう制度なの。フォローしてねえ、アンチコメントなんかブロックだよ、この野郎。いや、石野の芸風じゃねえわ。ラムネプレゼントありがとう。匿名さん、ラムネありがとう。いいんだよ、あの、自分で考えて自分でやるんだよ、もう。めんどくせえよ。俺のために叩かれてくれ、両団。俺のために犠牲になってくれ。レッドもらった。いや、だから困ってないから、俺別に、いつも言うけど困ってないから。俺を支えてくれてるフェメリーがいるから、フェメリーが、フェメリー。いいキーボードでしょ、エヴァンゲリオンカラーで。いいでしょ、これ初号機カラー、結構気に入って大事にしてる。話なんか一切聞かないよ、アンチは。やつらとは会話ができない。人じゃないから、人ではない何かだから。奴らと会話を持ってこうなんて無理だよ。人ではない何か。おい、ロビちゃん、わっしょいわっしょい。ありがとう。ありがとね、ロビちゃん。ありがとう。お祭り、わっしょい、ありがとう。今日ラストか。今日お祭りアイテムラストだからさ、あと3時間で使うとポイントアップするから、もし俺に投げようと思ってる人、限定アイテム先に投げといてくれると嬉しいっす。ああ、配信者200人ブロックしてからお前がトップに来るよ。予算以外大手全部してる。iPhone じゃなくても赤になるよ。うん。悪魔って入れた、マーク入れたら、そう。赤悪魔 iPhone。だから俺のブラウザで見るとこれになる。で、iPhone で見ると紫色になるね。iPhone と表示が違う。でも俺はこの赤が気に入ってるから。悪魔マーク。見え方は若干違うけど、この赤が目立つんだよね。悪名高き和道旅団、悪名高いっすよ。見える見える。アクセサリー好きっすね。昔からシルバー好きですね。俺実はゴールドが一番好きなんだけどね。そう、
ゴールドが一番好きなんだけど、高いんすよ。ゴールド。シルバーアクセサリー。これ結構気に入ってるかな。この腕のやつ。ドクロにしようか迷ったんだけど、爪っぽい感じがかっこいいっていうか。アクセサリーめっちゃ好きっすね。あ、大手ってそうなんだよ。いっちゃんの言う通りで、ただ長くやってるだけなんだよ。そう。実はね、トークスキルとか面白いとかあんまり関係ない。長くやってたらね、売れるチャンス。その機械費用っていう、オプチュニティコストっていうんだけど、機械費用が広がるから、長くやってる方が有利なんだよ。うん。イブラヒモビッチ、お前ちょっと、あれ、度が過ぎてるぞ。それは、お前、バーガー5個ぐらい投げないといけないコメントだろ。いくらフォローしてるからって荒ぶるなよ。それは駆け引きだから俺との。アンチコメントは別に否定しねえよ。ただ大手ぶってるけど子さんなだけだろ赤毛っていうのは、お前レッドカードだよ本来だったら。それはバーガー5個と共に投げる。バーガー5個分ぐらい。ちょっとお前やりすぎだぞ。おい、バーが5個に値する。お前、アイテム投げながら撃て。勘違いすんなよ。そこは駆け引きだから。俺がちょっと気分悪かったら、お前、速攻ブロック対象だわ。フォローしてても、それは。フォローしてたらブロック入れねえってわけじゃねえから。このアイテム投げてんだから、これはブロックされないだろうっていう、せめぎ合いだから。俺とお前の戦いなんだよ、これは。いや、覚えてません、正直。はい。忘れてるだけじゃなくて、覚えてません。はい。知りません。あなたがいくら俺に使ったかなんか知りません。はい。関係ないです、正直。関係ありません。全く関係ありません、僕には。今、このコメントに対して、アイテムを投げてください。花火上がったら何書いても結構ですから。そういう世界なんです、ここは。あー、のんちゃん書いてくれた。ほんと死んでくれ。ありがとう、カレー王さん、花火ありがとう。死んだ方がいいよね。ウィッス。花火ありがとう。金魚すくいありがとう。金魚すくいありがとう。金魚すくいありがとう。イヤホイだね。はい、盆踊りありがとう、ハッチ。盆踊りありがとう。ありがとうございます。盆踊りありがとう。アザース、いや閲覧にね振り回されても意味ないよ。別にニコ生の時なんか立ち見 B 出てたからアクティブ500ぐらいあったわけでしょ。なんか閲覧に振り回されてたら面白いことなんかできないよ。花火は何でもありだよ。花火は何でもありだよ。盆踊りに至ってはね、もう何でもありだよ本当に。限定アイテム花火はもう全てが許される魔法だから、仕事だから。そう、当たり前ですよ。死ねだろうがハゲだろうが詐欺師だろうが何でもいいよ。え、花火で NG コメントってどうなるんだろう。漢字で詐欺師 NG に入れてんだけど、花火だと打てんのかな。誰か花火で試してみてくんない。花火で詐欺師って打ってみて。BGM の曲名、スムースフリクションかな。スムースフリクション。アクセサリーデザイナーではないよ、俺は。ラムネ5個ありがとう。どうなんだろう。NG コメントをぶち抜けんのかな。どうなるんだろう。ちょっと試してみようぜ。花火誰か投げて。花火で詐欺師ってコメント打ってみて。どうなるんだろう。あー、サボちゃんありがとう。NG ワードなんだね。サボちゃんありがとう。
お祭りでも NG なんだ。ありがとうございます。NG ワードになっちゃうんだね。NG の壁は熱いな。ありがとう。花火まで打って NG ワードだったら嫌だな。サボちゃんありがとね。盆踊り、すげえ高いアイテムありがとう。いやーダメなんだね。ねえ、3000円払った渾身のコメントは NG の壁を突き破れなかったね。AT フィールドだよ。あ、エヴァンゲリオン見てえな。俺 DVD 見れるんだよな、これ買ったからさ。 DVD がついに我が家で見れるんだよね。かっこいいよね、バッファロー。安かった、4000円で買えた。赤と黒ですね、バッファローの DVD プレイヤー。こんばんは。え、俺もテレビ出たいんだけど、なんで俺テレビ呼ばれないんだろう。ね、なんで俺テレビからオファー来ないの。そろそろさ、テレビとかさ、雑誌連載とか来てもいい頃じゃない。 DVD かけるって書いてあるけど、 CD かけんのかな。 DVDRW とか書いてあるけど、DVD かけるってことは CD かけるでしょ。パソコンについてなかったノートパソコンだから。外付け買ってきた。4000円だったね。4000円。サボちゃん本当は働き者なのでは。いや、結構仕事サボるときあるよ。サボちゃん俺の企画で仕事サボるわーっていうとき結構ある。だからめちゃめちゃ働き者でしょ、うん、めちゃめちゃできる人なんだと俺は予想してる。オフィスレイディーなん、オフィスレイディーつうか、なんかもう、なんかとんでもないなんか稼ぐ仕事をやってんじゃない。シンゴジラ見たよ。うん。見た見た。ブルーレイの時代なの。いいよ別に DVD で。ブルーレイとかわかんないもん。絵が見れりゃいいんだよ。うん。Windows 10だと DVD 再生ソフトが標準でついてない。え？マジで？え？マジで？え？え、じゃあこれ買っても見れないの？え、マジで？え、無料でないの？サボちゃん女か男かわかんないよ。俺会ってないとわかんないもん。だからネカマなんて余裕でできるじゃん。ネットの世界は。それが面白いところで。だって、電話してびっくりすることはとこあるもんね。だから段ボールとかおっさんだと思ってたら女の子だったし、なんならちょっと可愛かったし、びっくりするよ。お前おっさんじゃないのつって、うんつって。ブルーレイは見れるんだ。失敗したな。 Windows 8のオーパスだけどブルーレイついてる。シンゴジラはすごい、あのゴジラの顎がこう外れてこうなった時すげえと思った。アンの天才だと思った。グワーってこう、あのこの顎が外れてこうなるのいいよね。めちゃめちゃかっこよかった。音楽はちょっとやりすぎだったかな。エヴァンゲリオンの最近のやつもそうだけど、昔の音楽引っ張り出してくるのはちょっとなっていう。微妙。テレテテテレテテレテテ。携帯の表し方良かったよね。最後の人型の尻尾もかっこよかったし、なんかアンノっぽいっていうか、アンノならではだなと思って。あ、女の子は恥ずかしいからおっさんのふりするか、うん、なるほど。
なんか俺のんちゃんのファッションいじりたいんだよな。のんちゃんを俺が理想、今度企画やってもいい？のんちゃんを俺が最高に可愛いと思うファッションに変えるっていうわけ、どうかな？のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん企画考えたんだけどいい？俺がの可愛いと思う服を買ってのんちゃんに着替えるっていう企画はどう？のんちゃん、俺が可愛い服買ってくるからのんちゃんに着せて、その最高に可愛いのんちゃんを作るっていう枠、あり？な、何乗り気じゃないの？可愛くならないよ。いや、のんちゃん可愛いよ、めっちゃ。だからその服着てくれる？俺プレゼントするから。オッケー、わかった。ありだよね。だからビフォーアフターでそののりこを可愛くする枠、うんうん、俺のファッションセンス、俺の理想ののんちゃんを作るっていう47歳のババアに俺のなんか性癖を見せるような枠。そう、あくまで一般的に可愛いじゃないかんだよ。俺が可愛いと思う最高ののんちゃんだよ。それやろうよ。いくらかかるんだろう。結構かかりそうだよね。ちょっとね、面白そうだよね。のんちゃんファッションチェックショー。スケスケとかの可能性もあるよね。スケスケになる可能性もあるよ。のりこでやらせてくれって。リアルだな。いっちゃんいくつだっけ？いっちゃんからするとのんちゃん年下だもんね。うん。そうだよね。のんちゃん可愛いでしょ？いっちゃん。見たい？じゃあちょっとそれ企画練るわ。あ、2時間、1時間経ったんでアイテムタイムさせてください。よろしくお願いします。アイテムタイムスタートでーす。60歳だ。じゃあだいぶ年下だもんね。のんちゃんが赤と黒に染まるんだよ。そうそうそう、分かってるね。どこで買うのかによって、いやだからバーバリーのワンピースが欲しいよね。マキルー、わたあめありがとう。ハッチラムネありがとう。ありがとうございます。小岩寺さん、バーガー2個ありがとう。ロフトはもう無理だね。アンチの通報多すぎて嫌われた。小岩寺、バーガー2個ありがとう。カズ、バーガーありがとう。ボンハートありがとう。解放風船ありがとう。ハッチ、ラムネ5個ありがとう。ニャコ、ラムネ10個ありがとう。のんちゃん47。ラムネ5個ありがとう、ハッチ。ありがとうございます。麦さん、バーガー5個ありがとう。予算いくらでやるのかリスナーに相談しようね。だからね、金かけたらおしゃれなんていくらでもできるから、予算いくらで可愛くするかっていう。予算いくらぐらいだったらいいか、いくらぐらいがいいと思う。なんか靴とかも買いたいかんな。だから本当にあのかっこよくしたいんだったら多分10万ぐらいかかるよ。5000円じゃ無理でしょ。服しか買えない。靴とかも全部揃えたいもん。もう一式全部のんちゃんの戦闘服作る。1万以内か。アイテムありがとうございます。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。1万以内か。女の子の服ってでも意外と安くていいのあるかんな。数合わせありがとう。レディース安いんだよね。安くて可愛い服いっぱいあるんだよね。
島村とかで探せばある？何百円とかでも売ってる？あ、俺もうバーバリーのワンピース手に入れようとしたらもうそれだけで7万とかいくかんね。めちゃめちゃ可愛いんだよ、バーバリーのワンピース。めちゃめちゃかっこいいし。はい、SGR 定期ありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。1万5000円か。島村？ね、なんかのんちゃんに島村の服着せたくねえわ。のんちゃん意外とおしゃれで、 T シャツいくらだっけ？のんちゃんの T シャツいくらだっけ？2万円。のんちゃんの T シャツ2万円だって。意外と金かかってんだよ。え、どこのメーカーだっけ？ヒステリックグラマー。ヒステリックグラマーか。ああ、そうなんだよ。のんちゃんは T シャツ2万円かける女なんだよ。そう、島村だと思ってたろ。意外と高いの着てんだよ。ヒステリックグラマーね、東京ね、安い服もいっぱいあるんだけどね。自分でできること、範囲のことね。好きな人に買ってもらえば何でも嬉しいさ。ああ、まあそういうもんだよね。とりあえず、まあ多分予算的にはスクール水着を着せることになると思うけどね。のんちゃん無理だわって。予算的にこれしかなかったわっつって、のんちゃんのスクール水着をみんなで見る配信になると思うけど、それでもいい？ただのコスプレだったっていう。安い服すぐダメになるよね。いい服は本当に持つ。スクール水になっちゃうね。競泳水着がスクール水着になっちゃう。なんかドンキホーテで買ってきたセーラー服になっちゃうかもしれない。はいはい、SGR またね。お疲れ。スクール水着ってなんであんなエロいんだろう。なんでだと思う？俺スクール水着と、ブルマ体操服考えたやつほんとエロいやつだと思ってて。だってさ、女の子にさ、こう股がさ、ハイレグっていうの？こういうのを着せる意味がわからないじゃん。男はハーフパンツとかなのに。いや、思わない？ブルマとかさ、スクール水着ってあれ変態だよね。だってさ、なんつうの？別にああいう形状じゃなくていいわけじゃん。あれは、なんか、教師とか、デザイナーのエロス。これをなんか中学生に着せたいみたいなさ。なんか変な性欲みたいなものが発散されてる気がするんだよね。女の子はあれ可愛いと思ってんのかな？俺、だって学校とかで水泳の授業とかで狂ってるなって思ったもん、本当に。男はハーフパンツじゃん。どう思う？あれ、スクール水着ってどう思って着てるの？女の子は。恥ずかしくないの？足をあんなにさらけ出して。エロい目で見続けたからそう見えるようになった説。いやいやいや、だって機能的にさ、ああいう形状である必要ないじゃん。男と同じでいいじゃん。ブルマでみんな立てたわ。
スクール水着いいよな。こんなくだらない放送とか言いやがったこいつ。あ、フォローしてない。はい、おめでとうございます。ブロックです。はい、ニホンさんブロックです。フォローしてなかったね、お疲れ様です。ブロックです。はい、さよなら。くだらないんだったら来るな。股の角度必要ないよねあれ。逆に男のエロい服ってあるのかな。女の人から見てエロい服ってあんのかな。どうなんだろう。ネクタイとか、ネクタイをこうやるの好きな女の子いるよね。ネクタイを外すときめっちゃかっこいいみたいな、ネクタイフェチ。あれは男のエロスなのかな。どうなんだろう。女の子はあれをセクシーだって感じるの。フォローありがとう。フォローありがとうございます。どうなんだろうな。パンク系でお手頃な値段で買えるブランドならアルゴンキンがおすすめ。あ、好きなんだ女の子は。スーツ好き？俺じゃあスーツ着ようか今。俺のスーツ姿見たい？今スーツ萌えをする女子のために着ようか。ちょっと変える？ちょっと赤髪で申し訳ないけど。萌えたいの？君たち。俺がスーツを着てるところ。いいよ。俺のファンをブロックするな。だってフォローしてないんだもん。フォローしてない人ブロック入れるよって散々言ってんのに。くだらない枠とか言われたら、それはブロック入れるでしょ。あ、フォローありがとね。ブロック入れられたくない人はフォローしといてください。見たい？じゃあ、着ようか。ちょっと待って。仕方ねえな。のんちゃん、スーツある？ワイシャツある？のんちゃん見たことないでしょ。のんちゃんスーツ好きなの？うん、燃える。燃えるの？ネクタイないけどね。仕方ねえな。パンツはジーパンね。
スーツっつうかジャケットとワイシャツのね、多分ノマドワーカー風になるんだ。俺はダブルだね、いつも。申し訳ない。ちょっとふくよかになりすぎてたわ太りすぎてるわ、うん、でかくなりすぎてて閉まらねえわジャケットきついね。パッツパツだよ。パッツパツ。うん。のんちゃんいるよ。まあ、こんな感じだね。うん。変わるでしょ、印象。ライブ。かっこいい。な、でも髪が赤いからね。かっこいい。やっぱスーツ萌えはあるんだね。ただね、そのダブルカフス用のシャツ、あ、ジャケットじゃないから、そのもっと裾を広く取らないとダメなんだけど、合ってないね、うん、ここが合ってない。スーツ萌えはあるんだ、やっぱり似合う。だって俺ずっとスーツで仕事やってたもん。黒髪戻さないとダメだと思う。あ、クリーム色とかよく着てたね。スーツ着るとやっぱ背筋伸びるのは、なんか多分昔仕事やってたからな。うん、赤髪もええ。腹引っ込めないとダメだね。ちょっと。閉まらないよ。ほら。閉まらない。もう2サイズ。ダメだ。もう。たどころじゃないね、うん、ダメだ。黒髪にしないと。こっちの方がいいんじゃん。まだダメだな。ネックレスしてないと取れるの。ピンマイクが取れるね。こっちの方がまだいいんじゃん。なんかでも着こなしてないね。黒髪でひげない方が清潔感あっていい。なんか黒髪が見たいんだったら逆側から撮ればいいんだよ。こっち側から撮るとそういうっぽい雰囲気なんじゃない。赤髪がちょっとなくなるから、黒髪が多いから、こっちの方が多分雰囲気に近いと思うよ。こっち黒だから、うん、なんかね、もう着こなせなくなってるね。うん、黒髪じゃないとやっぱスーツは。ネクタイ持ってないんだよね。ネクタイがないんだよ。
あ、やっぱスーツがエロいんだ。俺は分かんないな。これは鎌倉。鎌倉は安くて一番いい。仕立てがいいよ。似合う。正面から見るとこういう感じ。鎌倉だね。鎌倉いいよ。抱かれてもいい。アフターファイブっぽい。元に戻すわ。めんどくせえわ。着慣れてない。暑い。まあまあこんな感じっすね。まあもうスーツ着ることはないだろうね。俺が冠婚葬祭行かねえし。燃えるんだやっぱ女の人は。俺には分かんねえな。ネクタイあれば花火。レアだよ。あ、女の人はやっぱスーツ好きなの本当なんだね。ああ音戻った。テース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 。誰が宇宙人だ。黒いワイシャツだってやからっぽくなるからね。黒いシャツはね難しいよ。黒シャツはヤクザっぽくなるっていうかやからっぽくなるんだよね。今やからでも着ないでしょ黒シャツなんて。田舎の方だったらあれかもしんないけど、東京で黒いワイシャツ着てるやつなんかまあ見ないよ今。まあこんな感じですね。女の人の服装、いや、難しいな。その人に似合う服ってあるんだよね。女の人の服装、あーだのんちゃんをちょっと森があるっぽくしたい欲求はあるよね。ちょっとふわふわ系にしてみたいっていうのもあるし、なんだろう。眉毛生えたわけじゃないよ、描いてもらった。ワイシャツ萌えは存在したんだね。勉強になったわ。スカートが似合う人もね、パンツが似合う人もいるし、何とも言えないよね。その人の雰囲気に合ってるかどうか。のんたんはね、目キラキラさせてかっこいいって言ってたね。いや、ヒゲは生やすよ。ヒゲは俺のトレードマークだから。ヒゲは生やすね。
なんか遊び行きてえな、どっか遠く。どっか遠くに遊び行きてえな。なんで剃ったの？気分。じゃあそろそろ終わりにするわ。みんなおやすみ。また明日フォローよろしくお願いします。 YouTube もぜひねフォローしてください。お疲れ様です。 YouTube もよろしくお願いします。お疲れ様、ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。